もうだから農家もあれですよね、大型免許持ってなくちゃっていう時代になるかもしれないですよね。うん、ね、増豚と、てっきり農機が重いから何とも言えないけどね。大型特殊もね、もう農家限定じゃなくね、なんか免許これ買われてたよね、なんかまだね、なんだろう、なんか結局だから、あの今度の輸送の問題とかなんかでさ、免許の代わりじゃなきゃ、あ、大型のなんだっけ、抑制装置、速度抑制、あれがなんかなくなるような話をちらっと聞いたけど、どうなのか分かんないけどね。へぇー、ちらっと話もしたよね。いやー、ほんとに積載車はね、切れないっすよ。うん、申し訳ないけど、いろんなレースって切れないんで、まあどこで良しとするかですよね。免許の関係も出てくるだろうし、やっぱいろんなこともあるからね。4等車4等車っていうのは、あいつの総重量8等車の車のことを4等車っていうの、うん、まあ、なんで4等車っていうのは、結局昔時代は平ボディ 4トン詰めながら平ボディだった、まあ、確かに総重量がでいくと4トン詰めるんですよ。で逆に言うと4トンベースの車だと3トン500車詰めないのに、2トンベースの4トン積みがあるわけですよね。それにすると4トン300取れたりするんですよね。それとあくまで車の総重量が軽いから詰めるっていう話なんですね。だからそれに仮想車でも重くなっちゃう。だから4トン車にスライドをつけるってなってしまえば、そのスライドの2台の重さが重なるわけなんで、だからフォントであれば、車体そのものが、結局4トンだった。いや3トン900ぐらいだった。だから積載で4トン取れます。いい車に仮装したものが1トンになれば、そうすると結局作用重量が3トン切れなくて、4トン900になるんですね。そうすると8トン未満に作んなきゃなんないから、単純に7トン900になっちゃう、3トン積みになっちゃう。そういうことなんですよね。で、それにプラスアルファクレーンがついて1トン加わさっちゃうと、結局4トンや5トン900になっちゃうんですよね。そうすると2トンしか積めないよというふうになってっちゃうんですよね。どん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 減っちゃう。で、増豚車であれば結局総重量が11トンまででいいですよってなれば、そこから差し引きになるから、今のクレーン付きのボディにした時に、さっき言ったように5トン900ですよっていうのがあっても、増豚車が11トン未満であればそれ差し引きすればいいですから、単純に考えてそうすると4トン100って なりますよね。その差が出てくると思う。良し悪しですね。中型11トン未満じゃん。中型って11トン未満だと思いましたね。だっけな、俺もなんかあれちょっと薄ら覚えだから、中型免許何トンまでいいんだっけ。11トン未満じゃなかった。15トンじゃなかったっけ。初準中型は5トンなんだよね。準中は5トンでしょ。積載が、うん、積載、あ、やっぱ5トン以上11トン未満だ。11トンだよ。中型がでしょ。あ、中型がですよね。準中だと 6.5 かな。あ、あんだね。8トン限定も言いますしね、俺みたいにね。例えば、あ、俺はもう大型取っちゃったけど、限定ね、はいはいはい、普通免許の、あ、中型免許は5トン以上11トン未満、最大積載量が3トン以上 6.5 トン未満、うん、だからやっぱ 6.5 トン未満の平ボディだから、そうするとやっぱり4トン500ぐらいまでがせいぜい限度だろうと思うんですね、うん、大体積載量ですね。だから中型免許でやりたいって人はやっぱり5トン以下の積載量の車を買わなきゃならないと。単純に、まあ一番は車検査総重量見るんですね。あのフォワードこの間乗せたんです、白いやつ、あれは中型に乗れるんですよ。あれ総重量が10トン650だから、あ、ギリギリだ。それでだから4トン600だ、4トン500取れてるんでギリギリなんですね。でもあれ荷台が短いから5メーター50だから、その長さそれ6メーターでももう長くなるから、もう大型になっちゃう、ね、そうそう、ホイールベースも長くなっちゃうから、やっぱりトン数がダメなんですよね、総重量がね。そうそうそう、
あ、そうすると中型免許だとマイクロバスまで乗れるんだ。総重量が。これって何回も見ても忘れちゃいますよね。忘れ見たら分かんない。まあ一番はだから大型持ってるのが一番ね。でもマイクロバスっていうか中型免許だって結局総重量が11トン未満までのマイクロバス。だからマイクロしかないんだ。あの中型の例えば、あ、ちょっと観光しようのかなって11トン超えてダメなんだ。あくまで総重量は11トン未満で。観光収容はすぐ11トン超えちゃうんですか。いやー超えるんじゃねえかな。でも29人だよ。わかんないっすね。うちのやつだって超えてんじゃない。ああ。あのうちのこの間のバスあれ超えてると思ったのかな。総重量。ましてやね、人が乗るわけですからね。そうそう。でもあれも29人だから、11トン未満であれば、違う時に乗れる。でもあれ、違う型に乗れちゃってさ、サイズが幅広いからね。高さもあるし怖いですよ、ね、まあまあ慣れないと怖いと思うよ。だから普段大型トラック乗ってる人であればある程度幅と長さもあるし高さのことは、ね、考えればいい。じゃなくていきなり乗ってあれば大変だと思いますよ。あれ運送で中型持ってる人って結構多いんですか。いやー今だから段階だから いやみんな大型取っちゃうんじゃないですか。ですよね、うん、でも段階もないよ。だから普通車乗ったら中型、準中型って中型、中型、大型、段階不明なんだよ。だから大変なんだよね。俺の時はもっとあれだったんですよ。大型取って2年、あ、じゃあ普通車取って2年目で大型取ったんだ。あ、普通車、あ、じゃあ普通車取って1年目で大型免許取れたんですよ。あ、取れちゃった。取れたんだけど、ただそこに1年間限定つくんですよ。結局免許取って2年経たなきゃ、あの大きく乗れなかったの。だからそれまではその今まで中型免許だったんですよ、うん、だから取って1年目で大型取れたけど1年間は中型免許の結局11トン未満車乗ってそうなんですよ。こんなことがあるんですよ。いろいろあるんだよね。今じゃね、大型なんて3年ぐらい取れないでしょ。わかんないけど。あ、そうなの。あ、今普通免許取ってからね。普通免許取ってから何年だっけ。2年とか3年、2年とか3年でしょうね。でしょ、うん、やっぱ取れなくなってきてるからね今ね。やっぱり積載車買うにしてもその基準ですよね。ね、やっぱそれを基準にしていかにどのぐらい、どのサイズがいいかを選ばれる。うんうんうん、そこですよ。いやうちのコンバインが6トンもあるからさ、6トン積むのダメなんだって言って6トン積むの積載買っちゃうと13トン14トンだから確実に大型になるわけですね。大型免許あるだったら全然関係ないけど、今の若い人たちがやるんだよ、まあ、やっぱり、うん、そこを考えたら今お父さんたち、おじいさん、お父さんたちがやってて、孫、息子の代になって、息子は今、例えばね、あの社会人になって、まあ、ほかに風帰ってきて、25ぐらいで帰ってきてるときに、で、やるんだ、農家っていうのに、じゃあ、車買おうってなったときに、やっぱりそうなると、頭にピッパンと思ったら、多分、積載車と思えば2トン車とか、あのイメージ、3トン車のイメージだろうけど、やっぱ大きい農家になれば、もっと大きいのであるから、やっぱその時に、やっぱり自分っていうよりは、次使う人のことを考えてやっぱり中型にするべきかか、もしくはやっぱり足りないと思うんであれば息子さんにも結局大型免許取らせて、あのもっと使えるも使えて当然取れるものにしようとか、まあ、そこら辺のこうやっぱ陰費っていうのになっていくんじゃないかなと私は思いますけど。どの道普通車だけじゃどうにもなんないですね。あ、なんなんなん、無理無理無理。今の普通車だって、ね、だって今の普通車あの2トンのダンプの4駆乗れないんですよ。知ってました？これギリギリ乗れるんですよ。これ総重量5トン未満だから乗れない？乗れないの。ああそうかそうか、乗れないよね。普通車乗ってて5トン未満だから乗れないの。そう、あ、3トンが3トン未満だ。総重量3トンだから乗れないの。ハイエースとかさもう乗れないですよ。これこれ乗れないんだ、ダンプの。そう乗れない。順中型にすれば乗れるんだね。順中にしないといけないんですね。順中にすれば5トン未満だからこれは乗れるけど、これで4駆は乗れない。だから今ダンプでもう2トンじゃなくて1トン750できますね。積載量1トン750、そうすると結局5トン未満にできるから、うん、そういうのも今レンタカー屋さんではリース屋さんとかでもあるね。1トン750一番いい例もいるんですね。これあんま業界になっちゃうからね。コープたりですね、コープの配送。コープはコープの自社で配送してるんですか。コープの車ってベース2トン車見えるじゃないですか。あれみんな1トンのか1トン半のか1トン300だもんね。軽いんだ。
結局新しい免許乗れるようにして対応できるようにしてですね、そうやってます。まあ実際積むものも、まあ、そんな重いものではないだろうし、まあ、結局一軒一軒折り込み入れて戻っていけばね、ガサバラだけで量はないだろう。そうなんです。でましてや四駆にすると余計あれだから1トン300とか、だから今2トン車の冷凍車とかでも1トン250とか積載量の2トン車が多いっすよ。